はい、お疲れ様です。マッピーです。前回マニア使ったんですけど、あまりポイントは漏れませんでしたね。というのもね、マニア自体は強かったけど、どうしてもこれどうしようもない対面であったりとか、あのタイミングとかがあってね、あんま漏れなかったんですけど、今回はマニアに代わって俺がやってやるってことでね、このリーダーシップ率トップ5に入っていないんですけどね、このヌラリヒョンリーダーでやっていきます。というのもこのヌラリヒョン、ちょっと見た目違うんですけど、本家ヌラリヒョンと同じ性能ですね。リーダーオーラで手駒にある間550の毒から始まって50ずつ上昇というものなんですけど、一時期ねヌラリヒョンは、まあ、それなりに強かったというか、ちゃんと時代はね作ったという感じですよね。あのノルメヒストに代わるマデキリーダーだったらヌラリヒョン強いよねってことで、あのその優秀なねステータスとかでね、一時期シーズンマッチでは、まあ、それなりに強かったし、なかなか強かったんですよ。なんですけど、この見た目違いのヌラリヒョン、3万勝をすると手に入るっていうものでして、1万勝でラン量、2万勝でラニっていうね、採点でそういう発表の流れがあったんですよ。まあ言うてももう7周年なんで3万勝超えてる人もね一部いるってことなんで、今回この3万勝で、ヌラリヒョン、この3万妖艶っていう風にね、この2つ流れると思うんですけど手に入るってことなんですが、これについてね思うことはね、もうこいつ終わりですヌラ終わりです。もう3万勝でもらえるようになっちゃったら、もうヌラリヒョンの限界っていう風にこれも決められてると思ってるんですね。まあ、今はヌラリヒョンはロイヤルバトルとかでねちょいちょい見かけるって感じなんですが、まあ、シーズンマッチではまあ見かけないし、使っても強くないっていうか、あんまこんなこと言いたくないけど、こいつはもう終わりです。もう3万勝で手に入るようになっちゃったんで、強駒限定ということなんですけど、まあ、初心者の人にね使う分には、初心者の人が使う分にはいいんですけど、上級者目線で見ると、まあ、この終わったヌラリヒョンをね、俺使っていこうかなと思います。まだ見捨てたくない。俺は終わりだと思ってるけど、それでもやっぱりこうまたなんかよりを戻すきっかけがあるかもしれない。こいつは元彼なんですよ、俺にとっては。ただもう俺は別れたけど、もしかしたらあでなんかそのふとしたきっかけにこのときめきを思い出すことがあるかもしれないということで、ちゃんとデッキ組んできました。で、ヌラリヒョンリーダーで、あの前のねマニアとは違って変動機の夏ブラを採用したり、リッチ採用ですよね。でブラッシュ後のコンビネーションと相性のいいエンデガ採用ので、フレブですね。まあ、フレブでもとにかくヒールして、あの延命することでヌラリヒョンの毒をねどんどん上げていくっていうのも狙いです。ということでやっていきましょう。まあ、火力出すならエンリルとかも欲しいし、てかヌラリヒョンって結局火力出ないからエンリル欲しいんですけど、まあ、フレブを使ってねいやらしくいこうぜと。うん、ヌラにしかできないこのダメージを上がっていく。ただマニアでもできるっていうね、マニアも結局 HP 減れば減るほど火力上がるってなったら、あの継続ダメージのライバルとして使うにしても絶対マニアでええやんけってなるんですけど、ただヌラはヌラでリーダーでオーラなので、変動機リッチ最速で置けたりすると実質マフェリやんけみたいな感じのことができるわけなんですよ。まあマニアだったらそれ1枚でできるんですけどねでもね、この3万勝のヌラリヒョンはねいいところがあって、プラスマックスで配布されます。なので、まだ3万勝されてない方で、まあ、もしくは3万勝してる人で、ヌラリヒョン持ってないよと、で持ってるけどプラス振ってないよって方はこっちに切り替えるっていうのはありですね。まあ、ただ3万勝もしてる人がヌラリヒョンを使うとは思えないんですけど俺はちょっとごめんなさい、こんなにヌラに対してきつく当たってるのね。まあ、ヌラ好きな人からしたらちょっと耐えられないかもしれないけど、まあ、これも愛の無知なんですよね。この愛の無知です。これは勘違いしないでください。俺ヌラリヒョンのことは好きですよ。ただあの弱いヌラリヒョンなんていらないんですよ。そう、言うたらあれです、ポケモンアニメでサトシがあのリザードンに対してリザフィックバレーでね、リザードンがボコボコにされて、弱いリザードンなんていらない、お前は強くなって帰ってこいっていうね、それと同じ。俺はそれの気持ちをヌラリヒョンに対して思ってるだけなんですよ。はい、わかります。そういうことなんですよ。俺とヌラリヒョンの絆はこの程度じゃ崩れないんですよ。そう、これは愛の無知なんですよね。いや違うかもしれない、見方によってはこれは DV なのかもしれんけど、いやでもね、もうこいつは終わってます。もう3万勝で手に入る、俺ヌラリヒョンが手に入るって採点で見た時に、あの現地で見た時に、あそっか、もう俺の知ってた頃のヌラリヒョンはもういないんだねって思ったもうそんなもうね、もうこれ終わりですよ。3万勝でヌラリヒョン手に入るようになっちゃったら、もうヌラリヒョンはもうその先はいけないんじゃないかっていう、もうダメだってなったんでね。まあでもそれもね、何にでも言えることです。これはね、環境の変化っていうのはね、何にでも言えること。昔フルカスが強かった時期がありました。ヘイランが強かった時期がありました。
吉野が強かった時期がありました。そしてメヒストが強かった時期、ヌラリヒョンが強かった時期がありましたってことなので、そもそもね、しょうがないんですよ、そういうのは。うん、しょうがない。そりゃそうよ。エル・ロージュが強かったとか、まあいろいろね、あるじゃないですか。あるんすよ。そう。名乗しがたい、そういうね、いろんな事情っていうのがあるから、しょうがない。ヌラにはヌラに事情があるんだ。ただ、勝てそうじゃない？これ S 全部引いたことによって。ワンチャン勝てそうぞ。さあ、相手のこのトゥールラはバカ強いけど。ちょっと待って。ただ、デバフ効いてんのか？なんだ？何これ ?0.8%？ ん？何のデバフこれ？なんか 0.8 になってんだけど。あれ？あ、今なんか左下 X、あ、あれか。ここか。ここ打たれてたんか。なるほどね。えぐいえぐい。だが、まだ耐えれるぞ。ウンディがある。ちょっと待てよ。冷静に考えよう。ここダブコンきついか。ちょっと待ってください。考えろ。ウンディ A4 に切った場合耐えれるかな。こっちキャラゴマ3枚なら耐えれるな。これウンディだな。よいしょよいしょ。で次デガで飛ばすしかない。頼むぞ。これロックとか打たれたらマジで強ザメぞ。やめろよ。3枚でしょ。こっちのキャラゴマ3枚ってことはお前らのコンボ合わせて5400。耐えれるよ。4枚返し。受けてやるよ。受けてやるぜ。このふんわり包んだ、このウンディーネで、ふんわりと受けてやる。で、3枚エンデが4700に対して、2400足して、4700で2400と7100。ギリ飛ばせる、マジで。オッケー、勝った、これ3枚エンデから勝ちだ。よしヌラリヒョンヌラリヒョンよくやった、これ勝ちです。いってらっしゃい。おかえり、シンカリアンに勝った。よくやった、マジで、お前。よくやった。ちなみに、これ、右下 X 打たれたら結構やばかったっす。これ、ちなみに、右下 X は、ちょっと GG 説ある。これ、右下 X やばかったら、多分。危ねえ。GG。よくやった、マジで。よし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 。そうか。これがあの時のときめきなんだね、ヌラリヒョン。暑い夜を過ごした、そんな時期もありました。俺はヌラリヒョンと一緒にね、夜中シーズンマッチ駆け巡った、そんな時期もありました。でも3万勝で手に入るっていうのを見た時にね、俺は終わったと思いました。もう終わりです。もうそういうね、3万勝で誰でも手に入る、そんなすぐ会えるアイドルみたいな感じになっちゃったら、もうお前はお前ダメなんだ。お前はもっと輝いた時期があっただろう。そう、なんかテレビで人気なアイドルがもうお笑い芸人になってこう売り方変えたみたいな。でもそれそれで素晴らしいけど、うん、なんだろうな、もう一時期はもう本当に繁盛してたね、ラーメン屋さんが都心で活躍できなくなって、で環境変わって地方に追いやられたみたいな、そんな悲しさがあるこのヌラリヒョンには。だが俺が救う、お前は見捨てない。ちょっと待てよ、これどうしようかな。いやー、ちょっとこれフレブ出せねえな。デガ捨てしかねえが、いやこれね、ヌラでね、成り打ちかなり危険な気がする。俺は風車で行くぞ。そう、風車ヌラで俺は駆け抜けてきたんだ。あんな、よし、こんなね、こんな新人に負けてらんねえだろ。来い、リッチ、あ、リアンツ、あ、リッツイね、リアンツイルね、リッツイが来ました。まあ、リアンツイル行きましょう、これは。オッケー。いや、俺はね、だって、マニア、それ強いわ。だって、ヌラリッチをこいつ一人で体現するんだろう。それ強いわ。今考えたら、これ、えぐいな。まあ、一応、後半の、なんか、油の乗っかったヌラリッチよりはね、今劣るかもしれないけど、でもコンボが強いんで、結局マニアって。それ強いわ。だってあれだろ、要はさ、マタン条件では使えないけど、マデッキ条件で使えるマフェリだろ、お前。それ強いわ。てめえ、この野郎。負けねえよ。何？お前もフレボを入れているのか？負けねえ。いいよ。俺、ギリギリまでフレブ残すから、ちょっと待って。マイティか。これブラ取られるだろうな。おつけ。まあ、これさすがにカードか。オッケー。で、
E6 来るな。ただこれ同じようなことしてても勝てねえな。バイセ、いやちょっとバイセが足引っ張んな。てか、まあ、まずそもそもヌラリヒョンですね。これヌラリヒョンがまずいね。なんでかっていうと、あのヌラがいる限りね、手駒回んないんですよね。しょうがない、だってヌラそういうキャラだもん。しゃあないね。はい、ウンディーネ。いやこれウンディーネな、まあ、打つしかねえな。ウンディーネこっち打って、これ回収できたらしいけど、まいって、いや違うか。オッケーオッケーオッケー、これ毒入れる。負けない負けない負けない。ようやくマニアに毒が並んだと。そんなことはない、俺は初手から頑張ってんだ。マニアは変置きから頑張ってるけど、俺は初手からずっと頑張ってんだ。バホメット、いて、いて、俺のウンディーネに対してバホだと。ただオッケー、チャージが溜まってない。甘いな、甘く見たな。うちのヌラリを、うちのヌラリはフレブ入りだ。よし、しかも結果ポーリプスだった。これでかすぎ、でかすぎでかすぎ。よしよしよし、こっから耐えるんだ、頑張れ。さあ3枚返しが通るが、その後トゥルラ打って相手の B6 を耐えよう。頑張ろう、頑張れ頑張れ頑張れ、まだいけるぞ、まだ勝てる、マジでまだ勝てる。ここで追加の罠がなければいける。罠追加すんだよ、やめろよやめろよ。俺はここまでフレブを温めたんだ。この温めたフレブ無駄にしてくれるな、頼むぞ。ファビオ、んー、まあコンボ、いやでもコンボ通ってない、大丈夫。これ A4 だな、 A4 行くしかなくて、で相手が D6 打ったらうちのリアンティールのコンボが通る。いけてるな、つなげバトンを、すべてのエスゴマをこの手に集約するんだ、くらえ。よしよしよし、なんて低い火力だ。だが補うんだ、補え。ヌラができないことは俺らが補うんだ。ただそうだろ、そうだろ、補ってけ。 HP はある、相手から飛ばされることはないかな。相手 D6、 おっと、なるほどなるほど、ベノムマギアを通さないための火力。さあだが1600と23600毒込みで4500ぐらい出るとして、2枚返し1200の、じゃあ1000か、6000ぐらい、いけるか、行ってこい、俺の勝ちだ、俺の勝ちだ、いけぬられひょん、よしよし、リアンツィール、マニア、最新のマデッキ2体を打ち破る3万勝のヌラリヒョン。なんてかっこいいんだ、なんてかっこいいんだお前おし、まだまだやれるんだよお前は、まだやれる、なめんなヌラリヨ。こんなんで終われねえ、まだやれるんだヌラリヒョンは。てかフレブ強いなフレブ強くね、こいつ強くね、さすが超ゴマ。フレブってなんだろうな、ほんと程よい強さしてんだ。さあこの生まれ変わった3万章ヌラリヒョン、この五尊眼を拝見する権利をやろう。さあ行くぜヌラリヒョン。違う、てかやっぱね、ヌラリヒョン使ってるか知らないけど、俺の手ゴマがヌラを応援してくれてるんだけど、こいつらマジテーテーな、後押ししてくれてる、うちのヌラリヒョンを。来い。実際さ気になるんだけどさ、自分の動画見てくださってる方で3万章超えてる人いる？このヌラリヒョンをあの使ってるっていう人いるかな。あんまり自分の動画ってなんか上級者の人が見てるイメージないんですけど、3万章超えてる人ってまあ大体上級者だと思うんで、見てくださってたらすごい嬉しいんだけど、どうなん、俺の視聴者に3万章超えてる人はいるんか。オセロニアキャラバンっていうね、去年そういうリアルイベントのツアーがあったんですよ。まあちょっとコロナの影響で途中で頓挫しちゃったところはあって、なんだっけな、俺北海道の会場に行ったんですよ。で北海道の会場に行って、でなんかその間のコーナーでね、この中でオセロニアの公式戦歴が、何万勝の人はこれぐらいいますみたいな、そういう分布みたいなコーナーがあったんですよ。で、北海道会場で、あ、なんと4万勝を超えてる方が 1% いらっしゃいますみたいな、コーナーになったんですよ。へえ、4万勝を超えてる人 1% か、ちょっと待ってねって思って、その会場 の、 人数とかもね、大体大体ね、大体探してみたんですけど、あ、4万勝超えてると1%か、ってことは大体 1人ぐらいのかなと思って、で自分の公式戦歴を確認したらね、4万勝超えてました。俺やないかい北海道じゃなくて東京から来た俺がそれだったっていうね、ちょっと恥ずかしかった、俺だけかいってなった
で、これちょっと CG 行こう。右 X 打つかないんだけど、こっちでいいや。よし、いけるぞ。手駒が応援してくれてる俺を、ぬらりひょんを頼む。さあ頼む、手駒が全て味方してる。 OK、 これ D5 行って角フレーム行くか。なんか引け、フッ D2。 ここはね、無理に火力出さなくていい、リッチでいい。よし、上等上等上等、いいですいいです、大丈夫、カドフレームから打てば負けることはないんだ。よしよしよし、いけるぞ、ぬらりひょ勝てるぞ、お前勝てるぞ。 S の力で勝っていけ。そう、お前は自分一人の力では何もできない、周りを頼るんだ、周りの力を使って。そう、最近俺ブルーロック見たよ、お前はストライカーじゃねえ。でもストライカーにはなれないけど、まあ要は監督というかね、ぬらりひょん、もう そういう方面でやっていこう。お前はこっち、お前は主人公じゃない、でも勝てる、それを見せる。さあ行け、フレーム強い。で、今ぬらの毒がちょっとどれぐらい溜まってたか見てなかったな27の4700の、おっと、そこのマラゴも強いね。引きによってはもう飛ばせるが、あ、ただこれ A6 打っちゃうと特殊ダメージ受けるばかりか、夏ブラのコンボがまずいな。あ、守護いいっすね。ちょっと待ってください、これ右上 X だな多分。うん、マイティコンボで抑えるべき。そしてヒール、さあそのアナゴマ触れてやんねえから、でアナゴマに引っかからないヌラの毒、素晴らしい。右下 X ビナ、いや大丈夫か、そのまま取れるな。角ビナ、角ビナ打たれたら A6 って、右下 X 頑張って耐えるしか、オルト6か、なるほどね。 F1OKOKOK、 これアルカード出るな、飛ばせるか、3100にいけるね、これいけるな、勝ったな、アルカード出る。さあフレブコンボ、よしおいヌラ勝ってるんだけど、待ってフレブ強くね、フレブ強くね、ナイス、いいぞ。はい、よし行こう、ぬらりひょん、いけるんだ、お前は勝てる、お前は勝てる星に生まれてきた、そうだろう。飛行獣ボルガ、飛行獣ボルガ、遊戯王っぽいな、何なんだろう、個性帯電、飛行獣ボルガ、ググろうかな今から、本当にあるのかな元ネタが、まずいまずいまずい、しまった、乱流当たっちゃった、勝てない、これこれは無理だ無理だ無理だよ、こんなの。ぬらりひょん、お前の古の天敵が現れたぞ、古からの天敵だぞ、おいまずいって、勝てるわけないって。ハブと戦うマングース、これどうしようどうしよう、これ終わってる、もうリアンツィールを出すしかない、もはやこれリアンツィール行くしかない、もう鱗張れる前に少しでも多めの毒をやつに与えるんだ。いやまずいまずい、これ無理だぞ、これ勝てない勝てない、終わった終わったか、これはひけげ、いや強いな強いな、でもこんなところで打つべきじゃないな、おそらくちゃんと段階を見て振れば打つべきな気がする。頼む、貫通やめてもらっていいですか。でもフレーブ1枚でどうにもできないだろうな。竜守護アタッカーメインって感じなのかな。いやでもきつい、はい、リニー、ああいいっすね、いやめちゃくちゃいいけどこれちょっときついっすわ。竜守護、竜守護マジか、強いな竜守護か、サランでよくね、ロンレイ来た、まずいまずいまずい、うん、何が欲しい、トゥルラ欲しい、世界で一番、あバイスでいいっすね、やってよ、こ
これまだだと思う。これフレブはまだ打つべからず。まだだ。だいぶ HP 落ちめてるな。いやーこれちょっとうまいこと噛み合って無理かな。頼む。でもアタッカー多めじゃないこれ。HP 的に。そっち来る。いやこれ D1 フレブか。ただ盤面きつくなるけど。いやもう行くしかない。行くしかねえ。頼むフレブ。頑張れ。まだいけるぞ、まだいけるぞ。で、いい感じ、なんかこれアタッカー出してくんねえから。もうシェンベン打ってくんね。エンデガ使わせてくれよ。頼むわ。いや、まあそう簡単にいかねえわな。ただ、デバフは効いてる。で、ここの引き。ちょ、捕食えぐいな。ちょ、頼む。ここの引きマジ大事。弱えです。とりあえずこのカエル跡とこ。いや、これ B4 きつい。きつい。頑張れ、フレブ。あ、めっちゃ回復した。強いけど。いや、頼む。B4 バカきちい。呪い入る。いや、トゥールラ欲しかったな、このタイミング。トゥールラ欲しかったな。うん？あ、でも捕食つくんか。無理だな。えぐ。ちょっと待って。はい。おい、フレブ効いてて、その火力は。さすがにバグってるだろ。バグってんだろ。無理だ。まあ、どんまい。こんなん別にぬらだから負けたとかじゃねえよ。こんなんね、しょうがないですよ。でも、相手、シェンメイ打ってきたんか。うわ、命令だった。いや、でもこれ、トゥールラ引いてたらあったな、D5 に。くぅ、惜しいね。惜しす。D5 トゥールラだったらあったか、相手、アタッカーめっちゃ固まってたから。あったな。オッケーオッケー、まあ今のは交通事故だ。ヌラなんていくらでも当たる。 なんだろうな、もうヌラ使ってた時からこういうのはね、戦ってきたんですよ。もう今更ですよ。こんなんもう今までね、体験したしてきたことよ。承知の上よ。分かってることよ。分かりきってる。ヌラ使ってて暗黒きついなんて。さあ来ました、最新の今後祭りだのなんだの、いろいろ強化もらってますけど負けられねえ。しかもフレブが刺さる。これフレブヌラにいいな、相性。毒伸びるし、まあ別にね、ただそれヌラじゃなくていいんだよな。別にシアンとかでもいいんだよな。いけ、よし、いいぞ。まあまずは550から僕たちのストーリーを始めよう。俺たちが始めた物語、俺たちで終わらせるんだ。さあ、このね、オッケーオッケー。風車進行いいっすよ。風車に打たれたら、ヌラは元気になるから。オッケー、まずはリアンツィル。てか、毎回このセットアップだな。最速リアンツィルからフレブズ手駒にあるっていう。このセットアップ何回見た？どうだ？クラリーチェ、コンボ大丈夫か。これベルグレーで打つのもありだかな。どうしようかな。出が引いたか。まあ、ベルグレーでいきますか。タイミング的にいいでしょう。どれ？オッケー。いいぞ。火力は十分出せる。で、エンデが丸。やべえ、ランタイ引いた。ちょっとランタイほんま。あ、オッケー。で、フレブがあるんですが、この後どうしようかな。ファビオ。これファビオ打ってからフレブ打つか、フレブ打ってからファビオ打つか、どうしようかな。でも C1 がクラリなんで、これ C1 行きま、あの、じゃあ FE さんがクラリなんで C1 行きますわ。あんま強くないクラリ。E4、イシタルとか怖いしな。オッケー。フレブが強い。だが、ここの引き。はい。アルカード。あ、これちょっと。ちょっと悩む。パッと見 F5 フレブ安牌には見えるが、いや、まあ F5 フレブじゃないわ。 F5 ファイビオにしようか。安定コードしよう。こちらヌラリアなんでね、時間がかかればかかるほど強くなるから。
頼むぞ。守護 OK。 これ C6 耐えれるぞ。次耐えれるね。さすがに耐えれる。取ればいいっすね。リーニいけるぞ。これリーニ行こう。ゴー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 で毒 OK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 。 2150だからエンデが圏内だ。次エンデが圏内。イシュタル来なければ。イシュタルやめて、お願い。イシュタルやめて。キンマもやめて、お願い。イシュタルキンマやめてください。バハムト耐えれます。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。エアも耐えます。あ、オッケー、勝った。よーし、あぶねー。よーし、よかった。守護で。これ守護じゃなかったらやばかった。怖えー、怖えー、あぶねー。フレーム持っててなお危ない橋を渡る。やっぱランタイ怖えわ。ランタイ怖、あぶねー。よし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 。でもヌラ勝ってるぞ。いいぞいいぞ。しかも4万勝超えてた今の人。さっき俺がだから、つまりこの人もヌラを持ってたってことだ。そう、駒箱にありながら使っていない。わかんない、使ってたかもしれない。もしかしたら俺が見てないだけで。ただこんな素晴らしいね、一時代を築いたヌラリヒョンが3万勝で誰でも手に入るようになってしまった。そんな世の中だからこそ、こんな時代だからこそ、俺ヌラを掴んだ。来いよ来いよ、リアンツィル、やってやるよ。マデッキってやつを教えてやるぜ。そしてこの自覚の塊リアンツィル、毎回手駒に来てる。さあ初手リアンツィル打つか悩むけど、エンデガ打つか。さすがにリアンツィル取られるのはちょっと尺だな。デガ切ろう。大丈夫、リアンツィルなんてこのリッチヌラリヒョンセットアップ、これを受けれるか。このヌラリッチセットアップからの後半リアンツィールヒールからのフレブからのトゥールラみたいな動き、マジで引き強いな今日。よしリッチ行こう。いくぜドク。よし、うんうん、さあここ大事だぞ。はい、マイティ、マイティか。まあいいでしょう、出そう。よし、マイティをマイティで回収。毒入れて、でフレブから出したいか。リアンツィールの回復後半に残す方がヌラリッチが伸びる気がする。来いよ来いよ。よし、トゥルラ仏徳返すぜ。さあここフレブ打って良さそうだな。いてて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 、逆か、フレブから打つかヌルリアンから打つか。いやフレブからだ。オッケー、いいっすよ、素晴らしい。このセットアップいいっすよ。問題は A さんだな。ウィブとか来たらめっちゃきついよ、そういうペトラとか。ゲッ、やりやがったな。アルト入ってんのかよ、マデッキにアルト入れてんのかよ。やりやがったな、しゃあない、受けよう。でもアルト一応コンボあんま強くない。でこれもカットできる。いやしょうがねえこれは。いやだがここまで削られたのも事実。まずいね、まずいですね。相手のここから、おっと守護か。まずい、まずいぞ、まずいぞ。引き見てから考えよう。バイセか、似て飛ばし無理だな俺の手駒じゃ。ワンチャンあるとしたら守護取って B6 打たして A にリアンツィール切って C1 耐えるしかないな。あ待って、これしまった、これ A5、 A4 入らないのか。あまずい、これでまずいわ、これ角打たれるわ、まずい。これ英語入れると思ってた、入れないんだ、やっべ。あやべえな、あ E6、 いやこれはワンチャンリアンツィール打てば耐えるかも。待って考えろ、そいつのコンボ
いやさすがに鳥でいいか。ただ動線が開かない。いやでもそうだな、鳥だな。よいしょ、いいぞ、頑張れヒリアンツェル。よし、出が耐えれるな。バイセは無理かも。 8×2 の20で2000か。出が耐えれるな。イグナツ切った。バイセはちょっと際どい。いやバイセ耐えれる。2000でしょ。4400900引いて耐えるな。ロックだと。頼む頼む頼む、トップバイセ、トップバイセ、トップバイセ。いやでも一応もう一回ヒールが効く。頑張れ、もう一度ヒールをする。むしろさっきより HP 高いぞ。やっぱリアンツィル強えな。バイゼ耐えれるかな。2200、耐えれそう耐えれそう耐えれそう。ぐっ、やめろ、チャージやめて、チャージ溜まってないよね。やめてやめてやめて、溜まってた。あと一旦チャージ溜まってなければ。くそくそー、アルトうぜー。でもリアンツィールクソ強かったな。頑張った頑張った。じゃあもう一回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 。くそ、バホメットマンしょうがねえな。どうもありだな、頑張ったよ。マジか。まあ頑張ったね、しょうがないね。頑張ったな、あれは頑張った。もうダメだ。1回の動画に2回も当たるなんて、もう終わりだ。ルナリヒョン使うなってことか。もう終わりだこいつ、この人終わりです。もうヌラリヒョンはもうダメです。死んだ。あ、ランタ引いてます。死んだ。俺先行です。しかもこれ終わってます。終わりです。いや、ちょっと待てよ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 、なんか行け、なんか行け。はい、くー、 C 行こう。ウロコ引いてないことをお祈りしよう。頼む頼む。よし、ホイムとね。 OKOKOK、 いいっすよ、一旦それでいいっすよ。はい、バイセね。はい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 、鱗引いてないですよ今のところ。お願いしますよ、打ち合わせ通りに頼む。一生鱗引くな。ただ乱体だけでもマジできつい、マジできついわ。鱗引かないで。ああ、引いた、終わった終わった。どうしよっか。どうしようか。これ右 X 行こう。きちー。まあ、鱗一枚はいいとして、ちょっとオーダーで捕食が跳ねるのがマジで暗流きついな。おー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 、なるほどな。早いとこ勝負つけてもらえるってことですか。じゃあやってください、早く俺を飛ばしてください。俺はもう次の試合に行きたいんだ。いや、くしゃみが。ちょ、鼻詰まりやばいな。やっぱ花粉かな、これ。今年の花粉は早いって言うしな。きつ、3枚返し。よいしょ。はい。はい。これ今シェンメ引いてないってこと、そこで打たなかったってことは。知らんけど、あー、はい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 、きつい、きついよ。おいおいおい、ヒール、はい、ナイス。もう一思いにやってくれねえか、早く。俺もダブコン開けたから。ありがとう。ありがとう。Y 軸命令ありがとう。いてー、気持ちいい。オッケー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 。
もう1回の動画で2回アンリは当たったんでね、もう二度と来ることないです、もう絶対ないです、ありません、絶対来ません。もうさーて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 、じゃあ今のうちに4万勝のキャラゴマ選手権するか、何が来るか。でもさ、ヌラ来たのはすごいよな。で今のところね、全部ガチャキャラだよね。あのショーランもそうだし、ラニもそうだし、でリーダー適性のアルコマでしょ。エントマリーとか来るかな。ただエントマリーがね、チャンピオンシップ報酬で出てるんだよな、似たようなキャラが。ってなった場合なんだろうな、4万勝報酬ヌラの次に来るコマ、今んとこ神混合、あ竜とか来そうかな。時か、いやでも、うん、時勝の、時勝出たりすんのかな。結構すごいな、でも時勝出たら。でも4万勝だったらありえるな。うん、かといってさ、ほのかとか出てもさ、なんか4万勝の割には英語も出るんかってなったりするじゃん、他のさ、なんか火炎の駒とか出たら。だから違う気もするな。 OK、 最速リッチさ、マフェリ、マフェリですよ。マフェリにはマフェリで対抗だろ。おっと、リーゴか。なるほどね、これ B さん来るやつだな。うん、 OK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 、 守護打って、ちょっとごめんなさい、ちょっと鼻づまりで鼻声なんですけど許してください。さあこれで春のコンボどうすんの。春の風をルンルランとかカンドカラララン。オッケー、これリアンゼルでどうせ行こう。グロ持ってたりするから。はい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 、はい、オッケー、リアンゼル出します。レッツゴー。ヒール届く、ありがとう。オッケーオッケー、これ勝てるんじゃね、このリアンツィール。さすがに強い、しかもリッチ村マーサー。これ F5 入らせたくないんで D2 から行きてえな。はい、うわ弱い。でもバイセン切るわ。これでも俺ここでダブコンのあれですね、警戒させたいから、こっちから行って、で次 A2 だな。で A2 夏バラから打つのもありだけど、足りるかは分かんない時間が。ちょっと待って、鼻がきつい。オッケーオッケー、そっちはもうマフェリ取りに行けるけど。はい、フレブ最強。ハルマル来ると怖いな。でも行くしかない、ハルマルはもうしょうがない。ペレツ強い、フレブいいぞいいぞ。まあ、ハルマルがここで仮に来たとして、火ダメが3000か。まあ、許容だな。ゲッ！えぐ。いった。でもこれダブコン、取り込んだな。取り込ん、なんか飛ばせる駒。ぐっ。5枚返しでしょ。6500毒込み。7500。いや無理っぽいな、無理っぽいな、これ知らんけど、ちょっと無理だと思う、わかんない。でもこれヒールで3000回できる、頑張れ。ちょい、た多分取り込、いや無理だろうな多分今の。いやわかんない、いけたかな。ちょっと待って、2400のドックで4000ライフバで、5000のライフバプラスこいつでしょ。ライフバ3000で8000でしょ。無理っぽくね、わかんない。いって、あるか。これマイティだとしたら死ぬか、毒足りないよね。いやーマジか。いやでももう行くしかなくねえか、行くしかねえな、お願いするしかねえ、発動しないこと。マイティ、いや無理だー。いやーどんまい、惜しい惜しい、マジか。トゥールだ、いやそうだな。
カードトゥールラとか置けてないと無理だったな。それかバイス行くしかなかったな今か。エンデガ、え、俺エンデガ捨ててないよな今多分。惜しい、マジかよ。いやマジか、エンデガ多分いけた。4枚返しエンデガ確か2200でしょ。 HP 残ったかな俺、物理受けてたらいけたな。あーマジか、今の負けんのか、えぐいな。 B4 あれ飛ばせたんかな。これちょっとヌラやっぱきついわ。ヌラリッチの形組んでも結局 A のフィニッシャー1枚来ないだけであの盤面で飛ばせないってやばくない。やっぱダメだな、ちょっと。いやドンマイだな、きついわ。え、今ちょっと B4 で飛んでたかどうかだけちょっと計算もう一回しよう。8000で相手1万2500ぐらいやったからね、ちょっと足りない気がするんだよな。足りてたらごめん。ただ OK、 このシアン対面ヌラリッチはさすがに強い。負けられん、負けてたまるか。 OK、 はい、ファビオ打とう。いいですね、ファビオ強い。で毒、さあ頼む頼む頼む。オッケーオッケーオッケー。はい、バイセね。バイセ打とう。で相手のシアンに対してあのマイティ打ちたいですね。おい、まあ、これ許容、大丈夫、そんな特殊出してない。よしよしよし、いいぞ、ヌラリッチいいよ今んとこ活躍してる、いい動きしてる、まあ、ここでシアンコンボ打ってくる可能性もあるけどそれはそれでいいわ。どうする、打ってきそうだな。いや打たないか、いやでも俺のまだ警戒するなら打つよね。でこれねちょっと待って、ペトラはさすがにきついか。一応マイティ張れるけど、いやでもそんな HP に余裕ないな。いやきついな、あーきついな。ちょっと DT 守護しよう。きつい、やっぱ E3 失敗したか。さては右上から打てばよかったな。そうだよな、俺ヌラリッチだもんな。なんかちょっとあんま攻めない方がいいな。今のミスったな。なんかちょっとあれだね、ダメだね、ちょっと俺がヌラに向き合えてないわちゃんと。これ右上 X でダブコンでしょ、左下 X 取るか。リアンツィル、いやある、これリアンツィルと、これある。さあこれ食らうわ、許容許容。でヒール、いややっぱヒールが強い。いやあるある、これあるある、これガチである、これガチである、ガチである、ガチである。リアン最強で、ペトラ切ったでしょ、で物理でしょ。バイセ右上 X がきついか、俺物理ギャー。いやもうこれ F に行くしかないか。いた、ちょマジでえぐいな。いやーマジかー、強すぎだろ。これヒール先に入るんだっけ。いや無理無理だよな、こうだよな。いやー無理くせー、絶対無理だこれ、えぐー。バイ、あー無理っぽいこれ。いや無理だな、飛ばされるしこれ耐えても、あー無理だ。いやくっそ、ちょこれは俺が悪いわ。 E3 打ったのマジ失敗したわ。ちょ なんで俺 E3 打ったんだろう、それ D に来るわな。 B4 打つわけないよな、これは。あ今のは俺が悪いわなんで俺 E3 打ったんだろう、右 X 打ってばよかった。これはマイバットっす、すいません、勝てた勝てた、また全然。そうっすね、なんか全然右 X から耐えてヌラリッチ伸ばす方向性でよかったな。 なんで俺は E3 打ったんだ今の、バカだわ。ちょっとどうかしてた、すいません、なんかどうかしてた。 あんなん D に来るわD に行くに決まってるわ、あんなん。右 UX バイセから入ってマイティだったな。いやマジでミスったな、なんであれあんなことしたんだろう俺、なんで俺はあんなことをしたんだろう。
もしかしたらヌラを苦しめてたのは俺なのかもしれない。ヌラは本当は強くてプレイヤーが悪かったのかもしれない。本当すいませんでした。ちょっと今のは、マジでやらかした。なんで俺言いさんった。マジでわからん。最速リッチも打てたし、いや、マジでわからん。ちょっと理解できない自分の行動。えぐい、やめろ。ちょ、もっとお願い。ちょ、もうそういうの一番ダメだから、やめて。うわ、もう手ごまえ終わる。お前終わったわ。いや、こういうの一番ダメだわ、マジで一番ダメ。もうそれほんと一番ダメだからね。ああ、もう一番ダメです。俺のリーダー乗られて相手にオーラ引かれました。終わってます。おっ、ちょ、えぐ、お前。ランダム1個ね、オッケー。これヌラ乗ってくんない？俺ヌラもう捨てるわ、ヌラ乗ったら。生地ヌラ乗らないから捨てないやんや。くー、ちょ、一番きついってマジで、そういうの一番きつい。負けたくねー、こんな呪いに負けたくない。なんか来たな、それ何？クルエルか。なんか来たな。はい、負けたくねー、マジで。一応エンデが早めに打てそうだな。いや、でもバイス捨てさせられるのマジできついわ。呪いの位置えぐってか、あれだな、早番しすぎたな、エンデがバイスが。ちょっとさ、それしとけばいいと思ってない？一応ダメージ返せるね。OK、その捕食の分だけでも返せ。ナイス。いや、きつい。どうやって勝とう、こっから。どうやって勝つ？だってこれ C 中っても B さん来るよね。これどうすればいいっすか？どうやって勝てばいいんだ？終わってまーす、これ。これ終わってます？終わってます？終わってます。これ B さん来るもん、だってこんな。こんな絶対 B さん来るもん。だって左 X バイスだもん。そら B さん来るわ。きつい、火力が足らん。しかもオーラ引かれてんか。終わってるな、これ。お、待って、そこはあるな、まだ。ちょ、まだ中行け。あー、ダメですね、ダメですね、ダメみたいですね。あー、これダメっすね。これダメっすね。どうやったら勝てる？いや、これミスったな。ここデガだったかもしれない、もしかしたら。いや、相手がこれひよ、なんか間違えて D5 ってくんねえかな。いや、これ終わってますね。シンプル右 X で終わりっすね、俺打たれたら。ダメだな、このウンディーネ。ちょっと日和すぎたな。勝負してよかった。いやー、でも、まあ、もう、どの道無理だな、これ多分。どうやっても。ん？ん？え？やった！勝った！あ、オッケー。ラッキー！ラッキー！ラッキー！ラッキーで埋め尽くして、レスインピースまで行こうぜ。ラッキー！ガチラッキー、これ。でも、もう、なんかこういうミス誘うぐらいしか無理だったな。ああ、俺にぬらりひょんは無理だ。ってことで今日はここでおります。フレブ頑張ってくれたけど、やっぱちょっと無理なもんは無理ですね。韓流に2回しばかれて、いや、あとマフェリ対面の時のな、あれ計算ともちょっと合ってない気がするな。わかんねえ、合ってたかわかんない。まあでもそんな感じで、ちょっとぬらがきついってことがやっぱわかりました。で、3万勝で誰でも手に入れられます。よかったら皆さん3万勝してください。で、3万勝してない人は、まず2万勝のランリオを手に入れてください。で、その後、まだ2万勝してない人は、1万勝のランリオを手に入れましょう。はい。ということで、1万、2万、3万勝、公式戦歴頑張って上げていきましょう。じゃあ、お疲れ様でした。全然勝てなくてごめんなさい。さよなら。